ですね。寒そう。こんにちは。私も寒い寒い私も寒い。明日から修学旅行楽しんでね。ワクワクだね。修学旅行の前日は早く学校終わるよね。こんにちは、久しぶりに見れた。ありがとうございます。お昼食べてるよ、いいね。私はさっきゆで卵を食べました。腹満たしぐらいでカズさん、ハートありがとうございます。野写真を連れ歩いてきます。嬉しい嬉しい嬉しい。どこ行くの？オンライントーク買ったよーって楽しみだ。田中愛さん、ありがとうございます。楽しみにしてますね。で、あ、その後で食べるタンパク質ガールでしょ。タンパク質ガールだから。そう、今鶏ハムを作ってます。配信終わるぐらいに多分ちょうどよくできてるかなっていう感じなので、また卵と鶏ハムを作ってる。そう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 。髪下ろすの久しぶりかな。私はね、6分半が一番好き。ゲンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。水軍さん、ありがとうございます。ボイス制限してないよ。そうそうそう、してるわけじゃないんだけど、普通にゆで卵好きで京都と大阪いいねいいね。あ、抹茶食べるよって。もういっぱい食べていっぱい食べていっぱい食べて7分半です。あ、1分はあれだね、長めだね。音出さないけど見てるよ、ありがとうございます。水郷さん、ありがとうございます。ゆうちゃん、ありがとうございます。ゆうさん、ゆうちゃん、ゆうさん、ゆうちゃん、ありがとうございます。虹色の星たくさん、こんにちは、ありがとうございます。初見です。ふっかちゃん、あら、本当ですか。私なんかお名前お呼びしてたことがあるような、ないような、あるような。やっほー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 。皆さん、私仕事の合間って言っても18時まで眠することないので、今カラオケで見てます。いいね、カラオケ。私もカラオケ行きたいな。水郷さん、ありがとうございます。確かにそう、ゆで卵はいいらしいですよ。そうそうそう、6分半だと結構半熟。うん、確かに、あの、半熟だね。なんだろう、なんて言うんだろう、うん、結構半熟、程よくサラサラすぎない半熟、ほんとトロッとな感じ。お仕事サボってるって、頑張ってください。水郷さん、ありがとうございます。源さん、ありがとうございます。うん、うん、2時間はしないです。40分ぐらいかなって感じです。オンライン授業中です。いいね、オンライン授業ってね、こういうの見ててもバレないもんねあれだよね。入場にハマりました。嬉しい、星さん、ぜひぜひ入場の沼にハマってくださいお昼に見れるのね、私も嬉しい。ご飯何食べるの。キホちゃん、ありがとうございます。しおりちゃん、ありがとうございます。ふかちゃん、ふっかちゃんって言ってた。ふかちゃん、ごめんなさい。キホちゃん、しおりちゃん、ありがとうございます。さつきぎゅうさん、ありがとうございます。カラコン入れてないです。入れたことないんですよ。ラーメンの味玉くらい、あ、そうだよね、私そのくらいが好きだな。そう、待ってるねって、行くねって話し会ありますよ。今日水曜日、受付合ってると思う。待って、ツイッター見てないからあれだけど、受付合ってると思う。そう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 、受付は始まりますっていうのを月曜日ぐらいに私見た気がするので、お昼は今のところゆで卵だけだけど後で食べます。風が強い、風強いと寒いよね。そう、今眠れそうです。起きてー有価式ハム美味しいよ、美味しいのよ。鶏ハムと、今日はね、サラダをいっぱい食べようの日にしようと思って、なんかあの別にあのダイエットとかそういうわけじゃないんだけど、あの今日はすごいいっぱい量を食べたい日なのなんとなく
量を食べたい日だから、もうサラダサラダサラダでいろんなサラダを作ってみようと思って、海藻サラダだったり、なんだコールスローだったり、あ材料買ってくるの忘れた、だったりいろいろ作ろうと思ってる。あーコーンを買ってこようと思ったのに、なんてこった唐揚げ食べたいいね、唐揚げ、そう量を食べたい日なのだからね、そういろんなサラダ作ろうかなと思って、そう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 、コーン届けて、コーンがないとダメだよね、ダメだよねってか、コーン好きなの、ラーメンじゃないや、サラダに入ってるコーン、コールスロー作ろうと思ったのに。はい、ありがとうございます。今日も本気で見届けてから頂上で待ちます、待っとって、待っとうよ、なんてこったパンダコッタ、コーンがコーンコーンよね、私もね見たいと思います、イコラブさんの、もちろん見させていただきますので、配信をお昼にさせていただきました。そうそうなのよ、で私テレビもさ見れるしさ、リアルタイムで、ふうふう、楽しみですね。なんか音楽番組とかもういつぶりってぐらいに見てなかったので、すごい楽しみですね。はじめまして、それの楽しみ楽しみ、来週来週とか今週かな、今週楽しみにしてるよね、楽しみですよ。今日のために有給取っちゃった、いいね、それはそうだよ、取らなきゃ取らなきゃ、見ましょうみんなで一緒に。ゆうかちゃんありがとうございます、ありがとうございます。推しというかもう憧れですよね。そう、課題終わらせなきゃだね、頑張ろう頑張ろう、もうね、イコノイジョイのファンの方々がもうテレビに集中する時なんじゃないかな、もしかすると先輩方のファンの方も含めて。わあ、レンテンさんめっちゃかわいい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ゆうかちゃんありがとうございます。そう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 、星座だね、私も星座、明日テストです、あー頑張ってテストね、視聴率上げていきましょう、上げるよゆうかも、上げちゃう上げちゃう、何時台なのかな、私ね昨日ねタイムスケジュールみたいなのを調べようと思ったら出てこなくって、今日もう出てるのかな、わかんないけど、ちょっと私はまだ把握できてないですね。そう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 、21時台にゃにゃりほいじょにゃりほいじょ、18時台と21、あそういうことだよね、そう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 、あの放送時間がっていうのは分かるんだけど、出てる、あ出てるんだ、そうなんだ、じゃあ6時と9時で、9時台はもうめっちゃ星座だねめっちゃ星座だね、それをそれもずっとなね流し続けるけど、夜ご飯とか食べながらあれしようかな、見ようかな、あの待ってたり見てたりしようかなと思います。その前に私はドラマの見逃し配信をそれまでに見終わろうというのを目標にしたいと思います。今日の目標はハーフアップじゃないです、普通に下ろしてるだけ、耳にかけてるだけか、下ろして耳にかけてます。そっか、この角度だったらハーフアップにも見えるさっきからさ黒いのチラチラ見えてごめんなさいね袖の長さとさ合わなくてチラチラこんにちはして、すごい、うわっついてるだよついてるテンション高い、わあさくちゃん I love you ありがとうございます、 I love you ありがとうございますね、ハーフアップするとさ横のちょんちょん出てくるけど耳にかけると出てこないからね、そう持ってるかも、最近皆さん恐る多いね、嬉しいよ恐る多いねけど、そんなに、そうそうそう、めっちゃなんかレア服じゃないと思う、
物柄というか。ふみさんありがとうございます。けんけんぱーさんありがとうございます。まゆしがーちゃんありがとうございます。ありがとうございます。このツインやってって、またいつかするねいつかするね。そう、ずっと常にっていうのはちょっと恥ずかしいんだよねとか言いながら、とか言いながらしてるけどね。あれの時はお話し会の時はするね。なんだろう、なんか残るじゃん配信って。お話し会も皆さんの頭の中には残るけど、映像としてはさ残らないじゃん。だからできるまあ写真は撮るけどね。ゲンさんありがとうございます。ありがとうございます。そう、配信って残るからちょっと恥ずかしいんだよね。まあいずれねステージとかでもさツインテールすることとかあるだろうし、別にそれに関して抵抗があるわけじゃないんだけど、今はね、今はとりあえず今はとりあえず今はいつかニアジョイのライブ行きたいって。ぜひぜひ。今ねニアジョイの特別公演の追加公演が決定して、1月15日のねライブがあるんですけれども、そのチケットはファンクラブさん、ファンクラブ会員様さん先行予約みたいなのがあってますね。どの髪型もそんなことないよ、そんなことない、そんなことないのよ。ありがとうございます。さくちゃんありがとうございます。キュンキュンそうそうそう、応募した、ありがとうございます。嬉しい、会えるといいね、会いたいな。そう、1月までに髪の毛たらツインで行こうかな。いいねいいねいいね。今どのぐらいの長さなんだろう。私もね1月はどうだろう。私ねちょっと伸ばしたいんだよね。こんぐらい伸ばしたいの、こんぐらい、こんぐらい長くしたい。いや私ねロングね似合わないまま生きてきてたから、どうだろうね、似合うか分かんないけど、私はもう今までの中では結構ロングな方なのよ、この今の長さでも。どちらかというと、もう一度見たいからって嬉しい、もう何回でも見ていただきたい。ゲンさんありがとうございます。クワクワ腰ぐらいまでいいね。冬ロングよくない？まあ夏もロング好きだけど、ロングさ今まで私がこうしたことないから、なんだろう、髪のケアがうまくできてなくって傷んじゃって切るみたいなことが多かったのね。そうだからね全然ロングになったことがなくって、そう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 、一番短い時このぐらい、こんぐらい。冬ロング暖かいです。だよね、暖かそうだもん、マフラーにできちゃうんじゃないかって髪の毛マフラー。そう、ななかさんの髪型にした、絶対似合うじゃん、いいねいいね。私あそこまで短くはしたことないだろ、ないな、ボボなんだろう。そう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 、なのさ、ロング似合うと思うけどね。似合うでしょ、似合うでしょ、ロングもショートも似合うとか。いや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 、ショートはねなんかね私の中で、ね、なんかしっくりこなかったからすぐ伸ばした。こうミディアムぐらいが好き、ここぐらいが一番好き私の中で。だけどこの長さだったらポニーテールできないじゃん。だからポニーテールするんだったらまあいっそのこと長くしたいなっていう感じ。そう、オーディションの時このぐらいの長さだったでしょ、多分あの長さ好きなの個人的にはね。撮影行きたいって嬉しい、ありがとうございます、嬉しいです、そう言っていただけて。誰もおらんどうしたらいいってあるあるだよね。私もさなんかすごい早く入ってしまったりする時とか、まあそれは今早く入ってるかどうか分かんないけど、しまった時とか本当に合ってるか不安でなんか抜けたり入ったり抜けたり入ったりしてる、よくしてたな。まゆちゃんありがとうございます。虹色の星ありがとうございます。
ね、髪伸びたよね。伸びた伸びた伸びたんですよ。けど切ってるけどね、2回ぐらい切った。2、3回行ったよ美容院に。あの切りに、切る美容院に行った。切る美容院って切りに行ったよ。明日ちょっとまだ決めてないです。あら、非公式ファンマークつけてくれてる。明日は、明日は、明日かな、朝か夜か、夕方とかではない。朝か夜かですね。あら、コロナ泣いちゃったの。あら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 、何日目、大変だよね。もう食べる食べる食べる、寝る寝る寝る、頑張ってください。頑張って寝直してね。もう食べると寝るがもう一番だよね、病気になっちゃった時は。そう、朝か夜か。夜の方が都合いいのかな。あら、弟が、あらあらあら、もう食べる食べる、寝る寝るでね、見えないからさ仕方がないよね。もうね、そう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 。でも今日睡眠を 4、5 時間で、9時間前に起きた。4、5 時間しか寝てないの？ 4.5 時間ってことかな。少なくない？大丈夫？もういっぱい寝て、いっぱい寝てね。羽田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、マコ接触者になって、あらあらあらね、もうね、見えない敵だよ本当に。めっちゃ早起きしたから、あ、なんかリプ来てたよ、見たよ、早起きしたよって言われるね。私は今日は早起きはしてないかも、割と普通ぐらいかな。けどね、昨日はね早く寝たの。私の中では早く寝てさ、もう、ね、今ね、なんだ、お布団の、あ、切ったかな。あのあれがね、つけたのよ、なんだ、ホット毛布、あったかい毛布、電気毛布だ、電気毛布、そう、電気毛布をこの間ねつけてた、ゲットしたので、もうあったかいのよ、もうずっと寝てられる。もうね、程よいポカポカでさ、布団から出れなかった今日は。だから今日はどうしても起きれなかったから、音楽をかけてシャキッとしました。そう、電気毛布、そう、最強じゃない、電気毛布と。最近ね、あのこたつと電気毛布をね、いろんな人にいいよって言ってる。いいよ、あったかいよ。湯たんぽはないね、あんまり使ってないかも。使ったことないかも。福岡であったかな、なかったかなぐらい。電気湯たんぽみたいな、なんかあったかい、なんかそっち系のやつはあったけど。そうそう、うわー、あったかい、モーリーさんありがとうございます。なんかもう見るだけであったかいね。あったかい、ありがとうございます。焼き芋食べたくなるね、こう上にさ焼き芋なんか置いちゃって、あ、芋なんか置いちゃってさ、焼き芋作ってね。懐かしい、お家でしてたな。今も形にいるよ、いるよ、そりゃいるさ。え、充電式の、あ、なんか聞いたことあるかもね。すごいよね、現代だ。こたつと電気毛布ってどっちも話してくれないやつじゃん。そうそうなの、もうね動けれない。こたつから配信中です。ストーブの上にやかん、おばあちゃん家には置いてある。私の家はね、あの電気ポットみたいなのがあったから、お湯は沸かしてないけど、焼き芋はよく作ってた。授業行ってらっしゃい、頑張ってね、ありがとう来てくれて。しおりちゃん、ありがとうございます。
こんにちは、こんにちは。そう、もこもこパジャマと毛布2枚で、寒いよ。私もいっぱい着てるよ。もうもこもこにもこもこにもこもこ。私さ、電気毛布つけてるからさ、あったかいはあったかいんだけど、自分の体温的にはあったかくなくって、あの布団から出たら一気に冷えちゃう。そう、体温自体はね、あったかくなくて冷え性です。冷え性、末端冷え性。え、どうなんだろう、ただの冷え性かな。けど冷え性ではあります。クリスマスツリーね、いいね。出さないとだよ。何頼む？私も何か頼もうかな。クリスマスプレゼント欲しいな。欲しいな。鼻冷たくなる。あ、冷たい冷たい冷たい。いや、だいぶね、今も落ち着いたけど。そうそうそうね、欲しいな。私のサンタさんはね、いつだろう、中三角を一ぐらいで終わったな。けど結構いてくれた方だよね、多分。どちらかというと、ありがとうサンタさん。こんにちは、こんにちは。クリスマスマーケット行ってましたよ。行ってた行ってた。そう、どういたしまして。サンタさんだったの。サンタさん、ありがとうございました。いつもあの時はさ、あれをくれてさ、本当に嬉しかったんだよね、あれあれ。そう、ランスさん、ありがとうございます。いいね、東京のクリスマスマーケット、なんか日比谷公園のクリスマスマーケットが一番大きいらしいね、この辺で。ゆうかちゃん、ありがとうございます。くまー、ありがとうございます。くまくま、ありがとうございます。いいね、美容器具なあ。もうおしゃれさん、おしゃれさんっていうか美意識高いね、すごい。私なんかその年の時になんか美容器具なんて言葉知らなかったんじゃないかってぐらいに、全然なんかこうね、可愛くなろうとか思ってなかったからさ、真っ黒だったし。あら、リモート早い、戻ってくるの、ありがとう。そう、博多駅と天神とね、天神の方はね、あのなんだ、なんかいろいろ食べた、芋とか。そう、食べたよ。黒崎ひちごさん、ありがとうございます。ストーブあったかい、あったまる、ありがとうございます。いや、私芋芋の芋よ、本当に芋芋の芋だからね。みんなが思うほどそんな感じの子じゃないと思うよ。プラもいいね、いいね、いいね、楽しそう。ヒロはありますよ、美味しいよね。サンタさんの足を大事にしろ。かわいいじゃん、かわいい。うん、芋子みたいな、本当に芋山芋かだから、芋か。芋だからね、本当に。いやー、本当にだからもう毎年なんか、なんだろう、なんだ、あの今までの1年前とか2年前とかのさ、写真とか見るとさ、なんだこの子はみたいな感じ、本当に。プリンいいなー、いいね。芋の用事かわいいね、かわいい色、あの配色が好きね。さつまいも美味しいよね。今でいいわん、いいわん、今で。なんかね、なんだろう、全然なんかその気にしてなかったのよ、何においても。
見られるっていうことがなかったので、本当にメイクもしてなかったし。そうだから現代の子ってすごいよね。スカイさんありがとうございます。ありがとうございます。今日はね15分10分ぐらいに終わろうと思います。先に言ってよってね、ごめんなさい。現代の子本当にもう全然だよ。だってメンバー内でジェネギャんじゃ感じるんだもん。んギャかじゃじゃないギャ。とたまるちゃんありがとうございます。虹色の星ありがとうございます。そうジェネジャジェギャなんで間違えるの、なんで間違えるのギャさくちゃんありがとうございます。空の魚さんありがとうございます。ラスさんありがとうございます。ケンさんこんにちは、はじめまして、よろしくお願いします。吉田さんはじめまして、よろしくお願いします。おめずさん星ありがとうございます。そうギャだってばって、でもギャなのよ、ギャギャえわかる、都会の高校生なんかすごいわかる、もうなんか若い、なんか私の同じね高校生の時も思い出すけど、なんかさらに若いなって思う。なんか制服さ東京の子短くない、スカートとか。あやかちゃんありがとうございます。そうそうそう同じだね、私もさそんなアイドルなんてしてなかったらメイクとかまだしてないと思う本当に、ってぐらいだよね。楽しみですよ今日は本当に。しおりちゃんありがとうございます。わかる、スカートなあの短いと思ってびっくりしたけど、それが普通なんでしょう、それがすごい。あとなんだ制服でもさなんかニットとかさ全然着て OK なのかな、なんか中にさいろんなもうほんと人それぞれベストとか違うさベストとか着ててさ、なんか可愛いなーって思います。おしゃれだよね。髪の毛もさ下ろしていいのは高速、高速で下ろしていいのかな。スイゴさんありがとうございます。ユウさんありがとうございます。そう自由なイメージ、そうなのよ、羨ましいよね。髪の毛もさ自由そうじゃない、わかんないけど通ってないから。はねたかさんありがとうございます。そうこんにちは、こんにちは。中学生もあれもしかしてブレザーなのかな、都会の子って、都会の子ってブレザーなの福岡はもうねセーラー服が多いよ。すいごさんありがとうございます。私立中学でブレザーか、すごいわね、すごいわね、おしゃれだね、都会ってすごいなんかね京都からね引っ越してきてたねあの子がいたんだけど、中学校の時にあの京都もねなんだセーラー服はレアみたいな、ブレザーが多いみたいで驚いてた、セーラー服ばっかりの中学校、中学生にね、都会ってすごい、本当だよ都会ってすごい。福岡はね中心街は都会は都会だなぁとは思うけど、まあ程よく何でもあるからね、けどさちょっと外れたらなんだいい意味で穏やかじゃない、めっちゃ何もないっていうわけでもない場所もある、まあもう場所にもよるけどさ、程よく落ち着いてるなって感じがする福岡は。そう福岡旅行来ても何もないよって、本当にそう、博多の森とか確かに程よい、そう程よく
程よく田舎で程よく都会でっていうのが福岡だと思う私は。好きよそういうところが好きなの。言うとかある程度の清潔感とかがないと話に乗れなかったりとかあるかなって感じはする。あーもうみんながおしゃれさんすぎて大変だ。私がそんなところに飛び込んでたら大変だったな。よかった福岡で。東京なんかにいたらもう芋芋の芋がもうさらに芋が目立つ芋になってる。何芋って目立つ芋になってたな。配信は10分までぐらいかな。10分15分ぐらいまでです。そう目立ち芋してたよ本当に。困っちゃう困っちゃう。博多駅周辺の私も好き。いいよね目立つ芋になってた。何言ってんの本当に何言ってんのって感じ。そう早口言葉みたいなね。いやいやいやだからさもうメンバーがなんかその年で垢抜けてることがすごすぎてみんな可愛い。橋集めに来ましたか。嬉しいありがとうございます。もう今日妹とか言ってすごいしか言ってないけど大丈夫でしたか。ケンさんありがとうございます。ニアリーイコールジョイの村山優香と申します。ぜひ気になっていただけると嬉しいです。あらフォローしましたって。あらありがとうございます。嬉しいありがとうございます。私毎日配信してるのでお時間ある時にぜひ顔出してください。待ってます。ケンさんありがとうございます。ありがとうございます。そうそうそうまた来ますねとありがとうございます。待ってますね。あらあら毎日配信助かる。嬉しい私も楽しい。私に これしちゃうのよねえってもうってしおりちゃんありがとうございます。ダンスさんありがとうございます。そうあら奥さんね私なんか別にさその近所付き合いとかそういう感じをしたことあるわけじゃないんだけどなんかしちゃう。あらやだ芝さんありがとうございます。あらやだ芝さんめっちゃ可愛い。ありがとうございます。ありがとうございます。お正月も配信するよするしたいなとは思うけどあの配信時間的には圧倒的短さだと思います。私多分そんな長い時間できないと思う。周りにもいるしね。そうそうそうあバレちゃったいいかバレちゃったそう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 ふみさんありがとうございますいいんだけどね。タイミングあったので久しぶりにありがとうございます。嬉しいよふみさんありがとうございます。メリクリもしようね。メリクリもしよう。そう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 まあ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 この家に誰か来るかもしれないしね。わかんないよわかんないよまあ予想ついてたでしょ。ソルティさんありがとうございます。こんにちは。はじめまして。こんにちは村山優香です。よろしくお願いします。そうだよそうだよ親戚数いやーそうでもないと思うけどね。私いとこそんな多い方じゃないもん。そうお兄ちゃんの出演予定はなし。お父さんもなし。お母さんもなし。なしですランスさんありがとうございます。こんにちはこんにちは。いとこと仲良し仲良しだよ。だってでもねいとことなんだろう毎年いとことね遊んでる。あの年末年始とか遊びに行ったりいとことショッピングモール行ったりショッピングモールが多いかな。買い物行ったりすることが多い。ダメかダメですね。いとことのコラボ配信はなしそう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 ね、パカパカで嬉しいよ。ありがとうございます。
ね、今年はどんな年末を過ごすか私は分からないですけれども、まあけどね、ゆっくり過ごせたらいいなと思います。ゆっくり過ごそう年末年始、皆さんもゆっくり、私もゆっくり、けど配信はするよ、秋山配信もしたいなとは思ってはいるけど、まあ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 あ、ね、お母さんとかね、その配信も見させていただいたこともあります。美味しいの食べよ、食べよ食べよね、年末年始の数日間は美味しいもの食べたいね。そう、一人にしないで、一人にしないよ、一人にしないよ、お雑煮食べたいね、食べたいよ。しおりちゃんありがとうございます、ありがとうございます。おせち食べるよ、食べるよ食べるよ、お年玉ください、あげたい、私もください。そう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 、伊達巻き大好き、私のね村山家もみんな好きだよ、みんな好きだから、あの村山家だけでおせちとか食べた時もあったんですね、食べてた時も、もうその時も伊達巻きの量が異常なのすごい多い、我が家のあのおせちには伊達巻きが多いです。私はもらえそうですか、どうですかね、どうだろうな、どうだろう、私のうちは甘党が多いね。そう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 、美味しいよね。だってじゃあそろそろお時間になりそうなのでね、あげる側だと思うじゃん、けど私ね下にもいないのよ、年下のいとこが一人いるぐらいで、本当に下がいないのよ。うん、もらい放題でございます。そういうわけじゃないけどね、そういうわけじゃないけど、なんか親戚、そう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 、まあご近所さんとかはあるのかもだけど、全然。源さんありがとうございます。そうそうそう、あげる方はだからまだなったことないし、うん、いとこ自体がさそんな年離れてるとかじゃないから、いとこからもらったこともないし、そうけど、もうあれだよね、成人したしさ、今年はどうなることやら。どうなることやらです。けどね、今本当に物欲なくて、物欲ないからさ、何かを。じゃあ誕生日をしていきたいと思います。誕生日いきますね。10歳の方からです。10歳しおりちゃんありがとうございます。12位黒崎ひしごさんありがとうございます。あら、12位まよちゃんありがとうございます。変わってたのか、私のまばたきの瞬間に。11位しおりちゃんありがとうございます。10位あやかちゃんありがとうございます。9位れんてんさんありがとうございます。8位さくちゃんありがとうございます。7位サラの魚さんありがとうございます。6位ゲンさんありがとうございます。5位シーバーさんありがとうございます。4位ゆうかちゃんありがとうございます。3位ととまるちゃんありがとうございます。2位ゆうさんありがとうございます。そして1位すいごさんありがとうございます。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。お昼のね穏やかな時間に見に来ていただきありがとうございました。お仕事だったり学校だったりバイトの方が多かったと思うけど、学校サボってよかったです、ありがとうございます。学校午後もあるのかな、応援してます皆さん、ありがとうございました。仕事サボりました。40分間ぐらい仕事サボってまで見に来てくれて本当にありがとうございます。皆さんのおサボりがバレませんように。バレませんように、皆さんここからのお仕事も応援してます。皆さんお仕事学校頑張ってね、バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ、楽しかったです。午後もファイトです。バイバーイ。